バタンバンは、カンボジア西部バッタンバン州の州都。プノンペンから北西約3 0 0トルに位置する。2012年の人口は196,709人で、同国3位。11世紀に、クメール王国が設置し、国内有数の稲作地帯だった。1795年から1907年の間、シャムの内カンボジア州の州都だった。常に、 クメール人やベトナム人、ラオ人、タイ人、中国人が住んでいる。現在でも北西部の中心地で、首都プノンペンと大王国を結ぶ。サンカー川が流れており、州の美しい風景を育んでいる。フランス植民地時代の建物も魅力の一つである。11世紀、クメール王朝前世紀に設立された。18世紀、 バタンバンは重要な公益都市で人口は約2500人だった。山間川に並行する道路沿いに人口が集中した。1795年、太陽国が侵攻し、現在のバンテーメンチェイ州、バタンバン州、ウドンメンチェイ州、パイリン州、シェムリアップ州を内カンボジア州として編入した。バタンバンは州都となり、 クメール王家の分家で大語を話すアブハイウォングセケが統治した。1907年まで6代にわたって統治した。しかし、カンボジア人の住人は絶えず増加し続けた。1907年、カンボジアを保護国としたフランスの圧力にタイが屈する形で、領土はカンボジアに戻った。第一次都市計画は以下のことを実現した。1936年、 第二次都市計画でプノンペンと鉄道で結ばれた。都市は駅のある西に向かって拡大した。大きな建物や公共施設が立ち、田舎町の風景は一変した。続く第三次都市計画では市の北部、南部、東部も開発され、プノンペン以外で最も発展した都市になった。後にノロドムシュハヌーク国王が都市のさらなる近代化を進めた。 戦意、織物工場が中国とフランスの投資家によって設立された。1941年、タイとフランスを日本が仲介し、東京条約が結ばれた。タイはこの条約で、フランス領インドシナのラオスメコンガワウガン及びカンボジアのバタンバン州、シェムリアップ州を獲得し、プラタボン県を置いた。 1945年、戦勝国になれなかったタイは、東京条約で獲得した領土をフランスに返還した。1953年、第一次インドシナ戦争でフランスに勝った結果、領土は公式に独立したカンボジア王国領となった。1968年、バタンバン空港が開港した。かつては、ポルポト派の活動拠点であった。プノンペンのキャピタルゲストハウスより、 バスが頻発している。タイ国境のポイペト方面からもバスの便あり。ありがとうございます。